動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック、TM トーク、今週はですね、ミホ編集部より、第54回関谷記念の展望を行っていきたいと思います。今回の出演者の紹介です。競馬ブック旧車取材班、田村明宏トラックマンです。よろしくお願いします。で、進行は私、山下です。よろしくお願いします。というわけで、まあ、あのね、名物城関谷記念を展望していきますけれども、まあ、早速、田村トラックマンの印の方を発表していきたいと思います。はい。本命が13番のミッキーグローリー、対抗が3番のケイデンスコール、3番手がですね、当番のロシュフォール、4番手が4番のオールフォーラブ、以下ですね、6番のソーグリッタリング、14番のミエノサクシード、最後に5番サラキアと、いうふうにいただいております。で、このミッキーグローリーの国枝厩舎が、はい、田村トラックマンの担当厩舎ということなんで、はい、まあ、ぜひちょっと細かく聞いていきたいんですけれども、ね、どうでしょう。はい。まあ、そうですね。ミッキーグローリー、まあ、昨年はね、京成杯で重賞勝って、はい、で、マイルチャンピオンね、G1 挑んだんですけどね、うん、まあ、このマイルチャンピオンシップはね、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけどね、うんうんうん、結局、内枠有利のね、はい、内枠先行馬有利みたいな競馬になって、ね、まあ、外にっていう意識あったと思うんですけどね、うん、やっぱり前半一度悪くなっちゃって、もう4コーナー大外ですかね、で直線一番外のね、ちょっと厳しいとこからなんですけど、はい、最後の伸びっていうのはすごい良かったんですよね。はいはいはい、もうだから、この内容だったら、ね、年明け本当、まあ、今年6歳なんですけどね、うん、楽しみだなと思ってたら、年明けダービー後、今日から復帰の予定が、まあ、軽い骨折だったんですけどね、うん、ここまで復帰が伸びてしまったということなんですよ、はい、ただこの馬は、6歳、ね、のこの夏ですけどまだ12戦ですかね、うんうん、で、まあ、ここまでねちょっと使ってなかったという一番の理由はやっぱり550キロとかね、うん、大型馬でちょっと足元の不安があって、なるほど、ね、で脚部不安でこれまで休んでたんですけど、ただ今回は、その脚部不安というわけじゃなくて骨折なので、はいはい、ちょっとその、なんていうんですかね、これまでの休養とはまたちょっと違うというか、まあ逆に厩舎サイドとしては、脚部不安でその様子を見ながら仕上げてるというのは、今回その骨折の方が、うん、はっきりした理由があってのね、休養なんで、うん、むしろ仕上げやすかったっていうのは、なるほど、感触は言ってるんですよね。まあ、9ヶ月ぶりですけど、ズバリどうなんでしょう、陣営の手応えとしては。ですから、まあ、その夏場というのもね、うん、あるんでしょうけど、多分540キロ台って、ね、はい、ね、この間でも逆に絞れてるというかね、そのぐらいの仕上がりで臨めそうということなんでね、うん、開催ね、まあ、今回6日目にして、初めてルメール騎手が来て、はい、うん、そうですね、まあ、そのね、重賞の、まあ、先週ね、うん、絶好調でしたからね。そうですね。まあまあ、夏場、その新潟あんまり得意じゃないのかもしれないですけどね、暑い新潟はね、ちょっと分かんないですけど、そのあたり、ただまあ1日だけですんで、まあ、このレースは結構ね、まあ、実際、ルメール騎手ね、うまく乗ってますしね、うん、でここ2戦というか、特に前走なんかのイメージで言うとね、後方待機みたいにいうふうに思うかもしれないですけど、はい、負けたレースではあるんですけど、紫賞なんかだと、はい、ちょっと緩い流れで行きたがるぐらいの感じはあるんですよね、うん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 、ですから別に位置取りもね、そんなに極端にこう後ろに下げるってなことはしないんじゃないかと思うんですよね、うん、まあ、そういう意味で、しかも今回もね、結果的に、出走かなったんですけどね、うん、賞金順でいうと4番目なんですけど、やっぱ G1 をね、確実に出走するってことを考えればね、うん、ここはその単なる休み明けというよりは、賞金を加算したいという、ね、うん、レースなので、結構前向きに私は捉えてますね、うん、休み明けでもね。はい、まあ、ね、ルミール騎手を敗してということで、ちょっと勝ちたいという気持ちもね、かなり伝わってくるような気もしますね。はいはいはい、という、まあ、ミッキー・グローリーの根拠でした。はいはい、続きまして、3番の対抗、ケイデンスコール、こちら伺いましょうか。はい、こちらはまあそうですね、昨年の新潟2歳ステークスの勝ち馬 で、はい、で左回りに限って言えばね、その中京東京も含めて、本当崩れてない、その負けたのは、ね、うん、たまたまなのかもしれないですけど、アドマイヤーマーズに負け、ね、2回負けてるっていうね、はいはいはい、ですからやっぱり左回り巧者ですし、うん、まあ、新潟コースあってて、しかも前走ね NHK マイル G1 で57キロで2着だった馬が3歳馬ということで53キロ、うん、まあ
このサマーマイルのね、うん、中京記念ですかね、うんうん、あれはやっぱり、3歳馬のワンツーでしたからね、はい、やっぱりあの権利のね、うん、3歳馬はやっぱり権利軽いのは有利なので、まあ当然ここもね、まあ、サマーマイルを狙ってるのかどうかは分かんないですけど、はい、この条件はすごい、いや合ってると思いますよ ね、うん、ねえ、ですからやっぱりこの対抗というのはやっぱり譲れないのかなとは思いますけどね、はい、どうですかね、はい、まあ、53キロという金量ですけど、はい、3歳ボバー実はあんまり成績良くないですよね、出てきた時。ああ、そうですね、ですからまあまあちょっとね、確かに未知な面っていうかね、うん、NHK マイルもね、東京開催ね、春の東京開催、はい、すごい 高速決着の日が多かった割には、うんうん、この日は前日確か氷が降って途中で、ね、中止になった日、あの週なので、はいはいはい、意外にこう外差し馬場ではあったんですよね、うん、ですからそうでした、ね、うん、ちょっとこう客室的な面がね、うん、今回もちょっと注文つくのかなって気はするんですよね、うん、ただまあそれでいてもね、やっぱり上がり本当ね、そうですね、33秒前半の足を使えるんでね、あんまり一度に限らず関係なくですかね、うん、それ最後は来るとは思うんですけどね、伸びていく、はい、でこのケイデンスコールはですね、はい、立冬の、半路で最初終わったんですけれども、その半路担当ですね、立冬の2羽高橋トラックマンからですね、ちょっと報告が来てますのでちょっと読み上げたいと思います。2羽トラックマンの見解です。状態はいいと思います。私個人の意見としてはこの馬は暑い時期が好きなんだと思ってます。昨年末の朝日杯までの時はですね、動きが硬くて、まあ、馬体の張りも悪かったと。で、まあ、実際プールにちょっと頻繁に、ね、入るような調整をしていたそうなんですけれども、まあ、そこから立て直して気温の上昇とともに上向いていると感じますと。先週シードでしっかりやって今週は半路で上がり重点でしたが、この馬らしい伸びのあるフォームで力強く駆け上がってきました。まともにもう少し筋肉がつけば言うことなしですが、サビ肌でも十分力を出せると思います、という、まあ、普段からね、ケデンスコールを見ているニワトラックマンの、見解のことでお伝えしました。はい、で続きまして今度は3番目ですね、はい、当番のロシュホール、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね、こちらはまあ前走ね、七夕賞でちょっと一番人気ね、裏切ってしまってちょっと大きく負けてしまいました。そうですね、はい、やはりこれまでね、東京コースで東京で3勝、あとまあ新潟も当然勝ってますし ね、そういう意味では直線やっぱり長いコースがいいんだと思うんですよね、はい、ちょっとこう七夕賞は流れもそう、なんかこう緩まないような流れでしたからね、はい、どっち緩まないような流れで追走にちょっと手間取っていましたし、で馬場もちょっと悪かったんで、本当にこの馬にとってはね、不向きっていうかね、かわいそうな条件だったのかなと思うんですよ ね、だから11着という着順あんまりそんな気にしなくていいと思うんですよね、うん、で実際春の新潟大賞典ね、はい、勝ったのがメールドグラスで、まあ、その後活躍はということでね、うん、2着がミッキースワローで、これもね、七夕賞勝ってますからね、そこの3着、まあ、55キロではあったんですけどね、はい、まあ、流れちょっとこの時も流れこの間には向かなかったんですけど、うん、一番いい足で伸びてましたからね、逆に今回のその戦力っていうのがいい方に出る可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってますけどね、うん、なんか田辺チョッキーと話したそうです。そうですね、本当ね、今絶好調ですけどね、重賞4連勝ですかね、はい、で今回もまあこれ初騎乗ですよね、はい、うん、でどんなイメージを持ってるかっていうのは聞いてみて、はい、やっぱり今新潟本当に馬場がいいので、うん、前がそんな簡単には止まらないですよね、はい、と。そうなるとやっぱりある程度の位置でね、ほほ、流れに乗る競馬をしたいっていう、まあ、イメージですけどね、そういうことは言ってましたんで、うん、ちょっとこう意外な先行策っていうのもあるのかなって、なるほど、先週はねこう意外に待機策で早くを勝たして、今度は意外な先行策っていうね、うん、臨機応変な、ね、そういうトリッキーですからね、はい、かなり、はい、まあ、そういった点もちょっと参考にしたいところですね、でここですね、はい、こちらもですね、まあ、金馬厩舎、関東の厩舎ですけれども、姉妹市研究ニュース、藤田弘樹トラックマンがですね、金馬厩舎担当してるんですけれども、こちらもちょっと陣営のお話をちょっと紹介したいと思います。前回は、まあ、スローのね、用意ドンしか経験してないような馬だったので、まあ、実際も初めてのような競馬だったと。で、まあ、馬が戸惑っていた
というふうに陣はまあ判断しているそうですね。でその後は新潟で調整して、まあ、順調に来ていると。で、まあ、新潟大賞での時からですね、ちょっと陣営はちょっと思ってたそうなんですけれども、やっぱりちょっと重賞だと最後キレが鈍るようなところがあって、まあ、これはやっぱちょっと距離に起因するところがあるんじゃないかというふうに、陣営は話しているそうです。というわけで、まあ、お母さんね、アンブロワーズというのもちょっと短めの距離で頑張ってた馬ですし、今回のマイル短縮というのはいいんじゃないですかという話を、陣営の方はしていたそうです。はい、というこの辺りも参考にしていただければと思います。では改めまして、田村トラック番の印を確認しますと、はい、本命が13番のミッキーグローリー、対抗が3番のケイデンスコール、3番手が当番のロシュフォール、4番手が4番のオールフォーラブ、以下ですね、6番のソーグリッタリング、14番のミヌサクシード、最後に5番のサラキアといただいております。で肝心の馬券の方は、はいはい、まずそうですね、本当結構人気割れるんじゃないかなと、と思います、ね、私もゲートですしね、で、まあ、一番単純にそのミッキーグローリーの単勝を買ってみたいですよね。はい、まあ、それとあと本当にちょっとこうね、絞りづらいんですよね、はい、ちょっとこう収支が回らなかったような馬もいるぐらいなん で、ね、まあ、そういう意味では馬連でもね、本当それなりの配当になるんじゃないかなというふうに思って、はい、今申し上げました各馬を、にこう、相手にしてっていうことですね、はい、まあ、当然その本戦はその本当上位3頭だと思うんですけどね、はい、それ以外もまあオッズを見ながらっていうような感じで、まあ、強弱をつけて、そうですね、はい、どうですかね、はい、という、田村トラックマンの見解と、買い目を発表しました。で私も先月ながらちょっと予想を、発表しますけれども、本命がですね、私は3番のケイデンスコールに、しました。で対抗が17番のハーレムラインで、黒三角を抜いて4番手に13番のミッキーグローリー、以下ですね、5番の、サラキア、6番のソーグリッタリング、12番のフローレスマジック、14番のミヌサクシード、で最後にちょっと星印、まあ、ケバブックワイド印というんですけども、7番のロードクエストに、しております。で、まあ、ケイデンスコールの、本命の本拠なんですけれども、もう能力的なところは先ほど田村トロックマンがおっしゃってたところなんですけれども、実はこの全くというかほぼ同じローテで挑んできた3歳馬がおりまして、タガノブルグという馬がおりまして、タガノブルグも NHK マイルカップを2着にした後、まあ、ここに臨んできて、まあ、残念ながらちょっと大きく崩れてしまったんですけれども、まあ、そういう意味でなかなか3歳ババっていうのは振り返るとちょっと、まあ、もともとあんまり強い馬が出てこなかったっていうのもあるんですけれども、実はあんまり実績がないんですけれども、でケイデンスコール自体も休養明けってあんまり実績良くなくて、この数の辺がポイントかなと思ってたんですけど、今回気球後の販路の1本目の時計っていうのが今までよりも一番早いんですね、でレース前に大体2周続けていっぱいに追うことが多いんですけれども、今回に限っては輸送込みにしても軽くにとどめたので、はい、まあ、つまりそれだけ仕上がっているという判断に私はしました、まあ、実際ね、新潟2歳ステークス、ね、2歳ステークス勝っている舞台でもありますので、まあ、軸としては信頼足るんじゃないかということで、まあ、ケイデンスコールからですね、先ほどの印に、馬単マルチで、前馬に流しまして、はい、まあ、同じようにまたその3番のケイデンスコールから3連複も同じ相手に買ってみたいなというふうに思っております、はいはい、というわけで、関谷記念の展望をお送りしてきましたけれども、はい、まあ、何しろ暑いんで、そうですね、はい、小倉の方ではね、九州の方ではちょっと台風のあれもあるみたいですけれども、どうですかね、ちょっとこの、はい、暑さ、まあ、新潟毎年暑いのはそうなんですけれども、それこそ直線競馬とかかげろうがこうね出ちゃったりしてますけれども、どうですか、新潟競馬場行ってみて。まあそうですね、私、まあ、ちょっとね、その、なんていうんですかね、一般席の方に、エリアには行かないので、ちょっとその、雰囲気っていうのはあんまりちょっと味わえないんですけど、まあ、ただ、朝晩の涼しさっていうのは、やっぱり東京よりも帰ってね、過ごしやすいところもあるので、もしね、買ってみたいなと、関谷県でね、ちょっと儲けたいなっていう人は、どうぞ、新潟までいらしてくださいという ね、はい、ね、まあ、食べ物もね、はい、ありますしね、美味しいものもね、まあまあその熱中症とかね、そういうのは十分気をつけながら、気をつけつつこう楽しんでいただければというふうに思いますけどね、はいはい、というわけで、今回の展望は以上です。どうもご覧いただきありがとうございました。
競馬ブックプリント。